デイブ・リーブマンはアメリカ合衆国のサックス奏者、フルート奏者。2010年6月にリーブマンはアメリカ合衆国の全国芸術基金から NEA ジャズマスターズ生涯業績賞を与えられている。1946年ニューヨーク・ブルックリンのユダヤ系の家庭に生まれる。9歳の時にクラシックピアノの稽古を始め、12歳の時に サクソフォーンの稽古を始める。リーブマンのジャズに対する興味は、ジョン・コルト・レーンのライブ演奏をニューヨーク市のクラブ、例えば、バードランド、ビレッジ・ヴァンガード、ハーフノートなどで見たことで強く書き立てられた。高校、大学を通してずっと、ジョー・アラード、レニート・リスターの、チャールス・ロイドラと一緒に学ぶことで、リーブマンはジャズを追求してきた。ニューヨーク大学を卒業して、 すぐに、リーブマンは、本格的に、ジャズミュージシャンとして休む暇もなくジャズを追い求め始めた。1970年代はやめ、現バ霊テンホイールドライブとのレコーディングの、あと、リーブマンは、中心的な役割を果たして、数十人のミュージシャンを、共同組合である、フリーライフコミュニケーションのメンバーとしてまとめ、その結果、この共同組合は、1970年代初期の、 新しいものを生み出す力を豊かに備えたニューヨークのロフトジャズシーンにとって必要不可欠な存在となったのである。フリーライフコミュニケーションはニューヨーク州立革新と発展のための芸術と空間評議会によって資金援助されていた。テンホイールドライブはフュージョンの黎明期に活動したグループだがリーブマンはこのグループと共に1年を過ごした後、 ジョン・コルトレーングループのドラマーであるエルビン・ジョーンズのグループでサックスとフルートのポジションを獲得した。そして2年しないうちにリーブマンの修行時代の頂点となる時期を迎える。マイルス・デイビスに雇われることになったのである。デイビスのグループには1970年から1974年まで在籍していたが、この期間はツアーと録音に明け暮れる日々だった。リーブマンは 並行して自分の音楽の探求に取り掛かり、最初にボブ・モーゼスとオープンスカイトリオを結成し、次にピアニストのリッチー・バイ・ラークと共にルックアウト・ファームを結成する。このグループはドイツを本拠地とする ECM レコードと A&M レコードに録音を残し、一方でアメリカ国内、カナダ、インド、日本、そしてヨーロッパをツアーして回っている。 ルックアウトファームは1976年のダウンビート氏の国際批評家投票でのより幅広い評価に値するグループの部門で第1位を獲得している。1977年にはリーブマンはピアニストのチックコリアと一緒に世界ツアーを行い、その翌年にはジョン・スコフィールド、ケニー・カークランド、ヒノ・テルマサラをメンバーとするデイブ・リーブマン・カルテットを結成する。 このカルテットでは3年以上にわたって数度の世界ツアーと何度かの録音を行っている。その後、リーブマンは再びバイラークとデュオを再結成する。二人はこのデュオでコンサート出演と録音を行い、また1981年にはグループクエストを結成する。当初はベースにジョージ・ムラーツ、ドラムにアルフォスターが参加していたが、 1984年にロン・マクルーアとビリー・ハートに変えてグループとしての音はより強固なものになった。1991年の1年間でクエストは7枚の CD を録音し大規模なツアーを行い学生たちも参加する形での研究会を世界規模で数多く開催した。23年間デイブ・リーブマングループで活動した後リーブマンはエクスパンションズを結成し ベーシストのトニー・マリアーノ、ピアニストのボビー・アベイ、マット・バシュリシャンをリードに、そしてアレックス・リッツをドラムに配している。これまで、リーブマンはたびたび、ヨーロッパの最高クラスのジャズミュージシャンと共演してきた。ヨアヒム・キューン、ダニエル・ユメール、パオロ・フレス、ジョン・クリステンセン、ボボ・ステンソンなどである。ワールドビュー・トリオでは、オーストリア人ドラマーのウォルフ・ガング・レーゼンガーと、 フランス人ベーシストのジャンポール・セレアと共演している。リーブマンは様々なスタイルで演奏する能力を持っており、その結果、ブリュッセル・ジャズ・オーケストラとのラジオ番組でのビッグ、バンドスタイルでの共演、ドイツでの西ドイツ放送、北ドイツ放送への出演、オランダでのメトロポール・オーケストラとの共演、現代音楽集団であるクラング・フォラム・ウィーンとの共演につながった。そして、 中でも特にピエール・ブーレーズによって創立されたフランスの世界的に有名なアンサンブルアンテル・コンタン・ポーランと共演したのだが同オーケストラと即興演奏によって共演したのはリーブマンが世界初であった。こうした共演では全てリーブマンの作曲した曲と即興演奏を編曲したものが演奏に使用された。リーブマンは1973年以降 ソプラノサックスの部門と、時にはフルートの部門においてダウンビート誌の批評家投票と読者投票で絶えず最後の決勝争いに勝ち残ってきた。リーブマンは数百曲の録音に参加しているが、そのうち100曲を超える曲ではリーダーもしくは共同リーダーを務めている。自分の曲は300曲近くを録音している。 リーブマンの芸術的創造活動は、正当な古典的ジャズから室内学に至るまで、フュージョンから前衛音楽に至るまで幅広いものとなっている。多数の CD で、セロニアス・モンク、マイルス・デイビス、ジョン・コルトレーン、クルトバイル、アレック・ワイルダー、コール・ポーター、ジョビン、プッチーニ、ビートルズといった人たちの音楽に独自な編曲を施した作品を聴くことができる。 リーブマンは教育用 DVD をはじめとする様々な種類の題材の教材を出版してきた。また、室内学の楽譜も出版しているほか、サクソフォンジャーナル、インターナショナルアソシエーションオブジャズエデュケーターズジャーナルをはじめとする様々な定期観光物に寄稿することで何年にもわたって貢献してきた。何冊かの画期的な書籍、セルフポートレートオブ、エージャズアーチスト、 ジャズコネクションズ、マイルズ・デイビスデビット・リーブマン、エクロマティック、アプローチツー・ジャズ・ハーモニーメロディー、デベロッピング、エーパーソナル・サクソフォン・サウンドの著者でもある。こうした著作の難点かは英語以外の言葉にすでに翻訳されている。大学や短期特別講座での教育活動のため、リーブマンは世界中を飛び回ってきた。 彼自身がいくつもの方向にその音楽的才能を発展させていること、また、いくつかの楽器の専門的技術に優れていたからである。もちろん、ジャズの語法や美学、技術といったものが持っている複雑さを明確に説明することができるリーブマンの能力があるからこそなのだが、何年にもわたってリーブマンはアメリカ NEA やカナダ芸術協会、 ヨーロッパのいろいろな国の芸術協会からの定期的な奨学金の支給を受けてきた。1989年にリーブマンは国際ジャズ学校連盟を設立した。この組織は国際的なジャズの教育機関に携わっている教師たちと学生たち、こうした人たちの交流を定期的な会合、交換プログラム、開放などを通じて促進することを目的としている。 リーブマンは現在、この国際ジャズ学校連盟の芸術監督を務めている。リーブマンは、1990年代初期に、オランダのジャズ EX、バレエカンパニーのために曲を作っている。また2006年のカトリーナと津波の犠牲者のためには、オーシャン・オブ・ライトという曲を作っている。現在、マンハッタン音楽学校の常駐アーティストとして活動している。 2014年から2015年にかけては、トロント大学の出張アーティストとしても活動する予定である。リーブマンと音楽学者のルイス・ポーターは、チームを作り、ホワット・イット・イーズ・ザ・ライフ・オブ・エ j ジャズ・アーティストというリーブマンの伝記を完成させた。2012年3月に発売されたが、この本は、ジャズ評論形から高い評価を得た。ジョン・マクラフリン・マイルス・デイビス・ヒノテル・マッサ ありがとうございます。